大善寺薬師堂です。はい、こちらからですね、今日は利休尼さんについてですね。はい、利休尼子はですね、武田信玄の父、信虎の弟の勝沼五郎という方がいたんですけど、その方の娘さんになりますね。ですから、信玄公とは、親の兄弟の子供ということでいとこになります。はい、その方のお墓がこちらですね。利休尼さんはですね、まあ、さんというと、ちょっと失礼ながら、利休尼公はですね、その利休尼記という、要は武田滅亡記ですよね、それを書いた方で、有名です。で、まあ、滅亡記といってもですね、まあ、最後の記述、を書いてる、つまり3月3日、1582年3月3日の夜に、こちら大善寺に宿泊しているんですね。まあ、さっき薬師堂の学芸員さんみたいな、まあ、お寺の方だと思うんですけど、まあ、専門知識のある方とちょっとお話をしたんですけど、土屋氏ですとか秋山氏ですとか、まあ、従った武将の多くがここに宿泊していますよね。ですからもうここで従ってた武将はほとんど、最後、まあ、最後50人って呼ばれてますけど、言われてますけど、他ので自害するまでですね、もう最後までお供をしたと、そういう武将たちがいたという話を聞きました。ちょっと見たことのない屏風を見てですね、ちょっとびっくりしましたけど、それについてはまた後日ご紹介します。利休尼さんですね、さんって言っちゃいますね、ちょっとこう親しみのある方なんですよね。あと年齢もかなり、1530年生まれで、1611年ですから、81歳ですか、まあ、かなり高齢な方、まあ、戦国時代の後期ですよね、まあ、江戸の初期の方になります。で、先ほど言った利休尼記っていうのはですね、そのここで、武田家の最後を、まあ、見届けたような感じの、まあ、物語帳にですね、まあ、記録した、まあ、公式文書ではないんですけども、まあ、今その、まあ、原本の写しが薬師堂の中にあるんですけど、それも今見てきましたけども、かなり長文ですよね。物語帳とは言ってもですね、まあ、かなり、文才に長けた方でないとあんなに書けないという量でした。ちょっと内容を見るとびっくりですね。まあ、簡単に言われているのは、要はその武田家最後の滅亡の記録を、まあ、資本的にですね、物語帳に記録したことだという形になります。ただまあ最後にここで勝利公たちと一緒に宿泊してますからね、まあ、その思いも強かったのか、まあ、記録として、まあ、お家の滅亡、まあ、主家の滅亡ですよね、自身から言ったら、主家の滅亡になりますから、それを物語というのは、まあ、江戸時代にですね、多少装飾というか飾られた部分はあるのかもしれないですけど、まあ、ほぼ利休尼がご自身が書いたと言われているものになりますので、で、利休尼はですね、その名跡を継いだですね、勝沼家の、当主に、まあの元にいたんですけども、出家の名前ですよね、利休尼さんっていうのはもちろん。で、前は松の葉さんとか松葉さんとか、なんか俗名はあるんですけど、まあ、要は近親のですね、雨宮氏に嫁いでですね、しばらくいたんですけど、まあ、ちょっと故があって、雨宮義治ですよね、後の影直っていうんですかね、まあ、その勝沼五郎という方がですね、信友っていうんですけど、勝沼五郎がまあ結構、知名度のある方で、まあ、呼び戻して、まあ、実家に帰ったわけですよね。で、しばらくそちらにいたみたいですけども、で、主家の、武田勝頼公一家がそういう事態になりですね、まあ、女性ですんで、まあ、何か協力ってわけにもいきませんけども、まあ祈ってくれたんだとは思いますけどもね、まあ、ここからもう天目山まで1週間ということで、まあ、ここに来ているのはですね、利休尼の、お墓参りもそうなんですけど、武田勝頼公の、逃避行について、ここまで来ています。新府城からたった1日でここまで来たってすごいですね。ここで車でもかなりかかるのに、で、ここでまあ保護したというか、まあ、一泊を、まあ、食事も出したでしょうし、
勝頼公たちを、もてなしたという方になりましたね。だからもうここに、お会いした時はすでに、理系二という、層に甘になってましたので、まあ、こちら大善寺ではですね、まあ、この方を中心に、まあ、代々、ついてらっしゃるという方になりましたね。ですから、その博物館の方にもですね入ってるんですけど、甲州文庫でしたっけね、まあ、海の国のいろいろな資料があるんですけど、まあ、それの一つということになってますよね。ですから、ちょっとさっき見た絵は実は言ってしまうと小田原の、多分北条攻めの時の、相模川中津川のあそこの陣の、ありましたから、あれはちょっと見たことないですね。多分世に出てないと思います。あの学芸員の方も最近展示されたそうで、子孫の勝沼家の子孫の方がこちらに寄付されたそうなんで、今まで世に出てなかったものですよね。はい、話がちょっとそれました。はい、で理系二さんですね、そういったことでちょっと有名になってしまったんですけど、まあ、後に徳川家も当然そのことは知ってましたから、まあ、保護されたってことはないですけど、まあ、大善寺に、まあ、当然親族ですんでね、武田の討伐ということで来てた織田もここには手を出してないという形になりますよね。まあ、理系二さんも今こちらお墓になります。はい、これ先ほども下にありましたし、この、これ短文で表紙と文章の一部しかないんですけど、ものすごい量です。そうですね、長さでいうとこれ A4 サイズで10メートルぐらいありましたかね。枚数も相当あると思う。字が細かいですよね。まあ、字も達筆で、武田滅亡記とここに書いてありますけどもね、まあ、まさに最後の、時を一緒に過ごした人だということになりますね。でこちら、はい、慶寿庵理系二ですね、勝沼氏、名前は松葉、松の葉ですね。こちらに詳しいことが書いてあります。はい、でこちらが墓所になりましたね。ちょっとお花が、まあ綺麗というか女性らしいというかね、まあ、五輪塔でちょっと古いものですけども、こちらで手を合わせて帰りたいと思います。はい、甲州大善寺、理系二の墓でした。